はい、どうも皆さんこんにちは、てるです。てるです。エンデルさんです。エンデルさんです。今回もデュエルしていきたいと思います。今回僕が使うデッキは、デケデンベルリンだった。まあ分かりやすいのでこれだね。魔天降臨とか、あとガードホールとか入ったドロマ超次元。まあ僕はこのレッドゾーン入ってるんで、ドロマ侵略みたいな感じで言ってますけど、侵略は1回しかありません、はい、なかなか侵略しません。あの前大会でもね、1回だけしか優勝したことないけど、一応動画が上がってるんでぜひ見てください。下の概要欄に載ってると思うんでね、ぜひ見てください。じゃあその優勝したデッキと戦うのは何のデッキでしょうか。コッコルピアデッキです。違う。何が入ってる。コッコルピアと、コッコルピアはキングボルシャック。なるほどね、キングボルシャック入ってると。いやでもね、最近ねキングボルシャックのデッキも優勝してるとこ何個かありますから。そうなんです。そう、まあ、早いからね、結構早いからね、結構やっていきましょう。じゃあ行きましょう、はい、いいですか。最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい。よしかった。だから今日一回もじゃんけん勝ってる。いやそうだな。それなんか山札から呼び出すとかいう方が来ると思うんで、ここはまあリベロホールでスタンド。そういえばエンデューさん、スリーブをつけないんですかというご質問があったんですが、はいはい、スリーブはつけないんでしょうか。スリーブつけたいね。つけたいね。エンド、あ、つける気あるんですね。うん。いや、どうだろう。200円で買ってくるから。あ、まあ、なんかスリーブつけた方がね、なんか傷つきやすくなっちゃうから、そのままだと。だから、スリーブつけると傷がつかなくなるんで、つけた方がいいと思います。そこのセブンイレブンにスリーブさ。セブンで買うのかよ。カードショップで買うよ。7。こういうキャラスリーとか、キャラスリーはちょっと痛いな。痛い。じゃあこれかな。あー、すげー痛い。痛い。なるほど。キャラスリーともいいから。どうぞ。デュエマのあのスリーブもあるからいい。あー、はいはい。どうぞ。どうぞ。なんか作れないかね、キャラスリー。あー、まあ作ればいいじゃない。作ろうか。わかんないけど。書いて。ピースプリンセス書いて。作ろうか。どっかで。作るけど結構お金、今考えてる。ああ、そういうことか。そう。サンマなんかどうせルピア出てくるな。ここはベルリン行きたいのだよ。またベルリン出したかったけど色がない、ね、エンド手札が残念なことになってるんで。あ、スピアか。ちょっとこっちね、スピアの方出てきたか。ちょっと狭いかな。交通事故起こってるから狭いかな。ちょっとこんぐらいで大丈夫かな。大丈夫だね。ちょっとこっち交通事故起こってるから。マジか。で、ドロソーがね、あれなんだよね、うん、だから4コストで、ジェニはい、うわぁ、そうですね。ボルシャックルピア、はい、ダイド、まあ、強そうだな。ボルシャックドラゴンか、それは辛いっすね。4マナはいよ。ジェニーさんにアタック。おー、はい、相打ち、相打ちで、ジャックライドさんは、あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ、そうだよね。どうぞ。アタックします。ドロー。マナーは使う。ためずに3マナ怖かったですね。マナーは使わずに。マナーは使う。マナーは使う。これはポチですね。はい、じゃあ2枚回収します。2枚回収。光って闇を回収。どうぞ。はい、ドロー。ちょっとね、あの前に優勝した時にもデッキは変えました、少し。あ、そうなんだ。はい、5マナでジャックライト。前出てこなかったアイテムもあると思うんで、効果で、はい、相手にミスでがキングブロシャックを見せたから、うん、取りたいな。相手はファンデスなんだけど、ファンデスが来ない。はい、タイムではドローします。コッコが何か来ないな今日は。コッコが来ない。コッコがね、置いて3コスト、ほい、3マナ支払ってファルピエ、はい、効果で1枚、このくじ破壊するとこっちから呪文1枚回収できます。じゃあゴーストタッチで、はい、で対応、次のターン間違いなく来るよね。あー、ゴーストタッチアウトプットの前やだから、もういらないの手札に加えといて、あえてポコポコ出していこう。相手から最初だとポコポコ出していこう。じゃあ今何マナ6マナか。6マナだからね。ネックスだな、サマス。ネックスいないんだ。あら、あ、そっか、さっき回収しなかった。そう。ヤマトちゃうか。お、はい。あー、はい。進化しました。
はい、チャックがいるんで、そうですね、まあこの木のドラゴンの上にグラッピングが残ると、はいはい、だからね、あ、じゃあね、なんか痛いんで、はい、ミッキングで、こっちをはい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 は破壊されるのはちょっと辛い。ドロー。マナ置かない方がいいかな、俺。お、はい。マナ置かない。3マナで、ここ。あ、ここからで。殴ろう、ダブル。はい、ダブル。このデッキは殴った方がいい。お。じゃあ、踏んぼ。こっちは何もない。こちら。斬撃剣。斬撃剣ですね。はい。斬撃剣だけだね。はい。でダブルしたよね。はい。はい、でターンエンドで。了解です。はい。ここどうしようかな。運動は痛いな。痛いよね。運動は痛い。運動痛いのは知ってるんで。知ってるよ。運動痛いの知ってるよ。じゃあここ置いた方がいいなって思います。今の置きます。はい。いや残すと。出る。はい。2コスト完成した。ゼロうわ3コスト5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 コスト全部回収。はい、どうぞ。ベーグリンフみたい死ね。おお、まあスピードアップ、スピードアップだったらびっくりした。これスピードアップがかなり強かったな。エンドスピードアップじゃないんだよね。びっくりしたないでよ。サムライジルージメイドでめしゃなんだっけ、斬撃マッハーマーか、うん、あれあったりするとね。そりゃね、じゃあ7マナでやばいけど7マナあるちゃんと。7マナあるよ。1、2、3、4、5、6、7。あーあるよ、7マナあるよ。じゃあ7マナでガールホールシールド、はい、自然ドラゴンシールド抜いて、墓地ジャニア超次元から、超次元クリティーいたします。じゃあブラックガンビット、ここから防射ヤムさん、はいで、タイムでドロー。見てここがいるだけでも結構めんどくさいんだけど、どうぞ。お、あーブラックガンビートを繰り返して、プロ5マナでイカロマイナス2000。はい、イカロホールマイナス2000からのセチョコ。はい、タイノコス3以下を自分のターンの初めに。そうです。プロ出していくという。そうです。2、4、6マナ。あーやばい。エンド。じゃあ墓地からコス3から9回1回出しますということで、はい、ある程度、はい、効果を返してもう1枚回収します。はい、1枚回収するんですけど、ここで僕はカード1回2回回収簡単よ。ボスト2カードホール効果でゴルグサンダー、はい、ボルグサンダー効果クリーチャーが2枚クリーチャー2体出るまで、はい、1枚1体ほい2体、はい、じゃあ2体出た。じゃあこれでコストが20ちょうどあるんで超次元ゾーンからストーム電磁タブク電磁ストーム電磁タブクロス、はい、出ます。で2コストゴーストダッチ手札いきます。はい、大丈夫です。きちーっとフロー、はい、ボン、はいエンド。はい、じゃあストームターン開始時に覚醒します。はい、これは全部超次元ゾーンですね。で両番覚醒ちゃんとしますぞ。で僕はここに何をやりたいかというと、まあ皆さんお察しの通りなんですけど、このオーバーキルサイトですね。絶対マテコリでおお一番嫌いな呪文もオーバーキルサイトですね。はい、でラストストームでポンするときに、はい、ポー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 ポンと。でとりあえずボルグサンダー、ボルグサンダー2体効果あるんで、じゃあ1体目のボルグサンダー効果1体2体と。じゃあもう1体ボルグサンダー効果、はいはい、でワールドブレイク、
はい、こちらポンポンと、はい、ポポポポンとポポポポポン。ねえ、もう見事にしりとりがないよ。もうマジか、マジか。じゃあガヤリカイザーでポン。侵略とは一体何だったのか。侵略カードが一番やばい。うわー、よく勝てた。でどうせこれ侵略カード持ってるでしょ。そんなことなかったらすぐポンがなった。ダメじゃん。どう、あいいかね、まあ、真ん中の方にいた、うん、もしもね。ということで、まあ今回は結果が来ましたね。マテンコーリンね。マテンコーリン、オーバーキル、うん、嫌い、うん、大っ嫌い。言葉がなくなるほど大嫌い。マテンコーリンね、きついよ。マテンコーリンはね、制限になったんだけど、まあ、4枚積んであった時代とかもあったんで、それはそれで強い。あった。はい、じゃあ今回の対戦は以上になります。はい。じゃあ次回の対戦はエンデルさんがスリーブをつけて。そうだね。200円の200円のスリーブつけるの。まあそこは次回までということで、ね、はい、じゃあ今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ホヒーさん。ホヒーさん。ホヒーさんでいいの本当に。うん。